演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら、ファミリーマートのファミマデーさんに天下で トースをしても感じるチョコラムとチョコラドーナツを食べたいと思います。いや、取り切りチョコラドーナツですね。まずは天気カフェの方から行きましょう。中身を見ます。天気カフェって今までデザートでは結構いろんなこと言ってましたけど、パンは初めてな気がしますね。中身、いい香りのチョコがいきなり来ましたね。こんな風になってます。デニッシュの上にかかってる感じですね。で、なんかちょっとアーモンドみたいなのもあって美味しそうです。では、いただきます。こちらのショコラータについては、それは原種的には割とさっくりしていて、チョコレートも甘さと苦さのバランスはちょうどいい上質なチョコレートがあっているので良かったですね。ただ、上のトッピングの食感がもうちょっと足りなかったかなっていう気がします。音とかはなかったので、何のために煮るのかなって思ってしまった部分があったのがちょっと残念でした、ね、あれだったらない方がいいのか、それとももうちょっと感じられるようにしたらいいのか、ちょっとそのあたりは個人の好みによると思います。自分はもうちょっとサクッとしてほしかったので、こちらも点数をさせていただきます。そして次のトリプルショコラですが、こちらもちょっとさっくりとしたチョコレートで板チョコの食感を感じることができたのはですが、スプリンクルチョコレートは正直どっかに行ってしまっている感があって、トリプルという部分には一つ足りないぞっていう部分には出てしまったのが残念です。チョコレートは甘めで美味しかったので、チョコドーナツが好きな方にはおすすめできますが、スプリンクルはっていう部分がどうしても拭いされないので、こちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞終演。